ショッタ、アルベラーゼは、ジョージア出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。4歳上の兄は、レバズ・アルベラーゼ、元サッカー選手のアルチル・アルベラーゼは、双子の兄弟。オイのバとアルベラーゼもサッカー選手。AC ミランのカハ・カラーゼと共に、ジョージア代表の中心選手として、活躍、歴代最多得点者でもある。スピードタイプの FW。 プロデビューを飾ったマルトバ・トビリシ時代から頭角を現し、トラブゾンスポル所属時代の1995から96シーズンに得点王を獲得し、身を結ぶこととなる。トルコリーグでトルコ人以外の選手が得点王になったのは、アルベラーゼが二人目である。トルコリーグ得点王であるアルベラーゼを、アヤックス・アムステルダムが獲得すると、ここでも決定力を発揮し、チームを、 リーグ、カップ戦優勝に導くなどの活躍を見せた。様々なチームのオファーから、グラスゴーレンジャーズ FC のオファーを受諾し、2005年までプレーここでもチームをリーグ、カップ戦優勝に導いた。これらの実績、経験を、当時新進気鋭で、経験不足、または、 若い選手の多いエジー・アルクマールを率いるルイス・ファンハール監督に見込まれて2005年より加入し2005から06シーズンはリーグ2位となる22得点を挙げてチームの2位に貢献2006から07シーズンは首位で迎えた最終節で得失点差で優勝を逃し自身もダニー・クーフェルマンスの対等で前年ほどの活躍はできなかったちなみに この2年間は、カニウマーもないのにゲームキャプテンを任されていた。2007年に、リーガエスパニョーラのレバンテ UD に移籍するも、膝の怪我で出遅れ、出場機会は、ほとんどなかった。2008年3月に現役を引退。AG のコーチングスタッフを経て、2010から11、シーズンからトルコリーグ界セリスポルの監督を務めた。2012年から2015年までは、 カスムパシャ SK の監督を務めた。2015年にはトラブゾンスポル。2016年にはマッカビテルアビブの監督に就任するも、成績不振のためシーズン途中で解任。2017年からパフタコールタシュケントの監督に就任。2019年に監督として初タイトルであるウズベキスタンスーパーリーグ優勝。 その年のウズベキスタンカップも制覇し、ダブルを達成した。翌年もダブルを達成し、監督を優退した。ありがとうございます。